はい、クラチャンネルです。今日は中山ガーダムに来てみました。ここに来る途中で釣り具屋に寄ったらこんなものがこんなものを手に入れたので、今日はこれを投げ通すぞ。スタート。本日朝、長靴を買おうとポイントに寄りました。で、買った商品がこちら。ダウズスイマー。今日はそれを一日投げ倒すそうです。綺麗綺麗。見える？どうかな。これを投げ倒してみたいと思っております。今日釣れたら釣れたら、うん、大丈夫、釣れないから釣るだけです。簡単ですね。このサイズはもうビッグベイトじゃないよね。もうちょっとこれぐらいだと。説明書読んだ方がいいかな。 S 字で寄せてダートで食わす。 S 字系ビッグベイトを使う上で最も重要な点だと開発者の畑拓磨は語る。それらの動作を極めて優秀にこなす S 字系ビッグベイトこそダウズスイマーです。太陽を背にして投げてるけど、ちょっと沈めたいな、やっぱり。なんかウエイトつけて投げたいけど、ウエイトつけて沈めて引っかかってロスとして終わりっていう最悪な結果になりそうで怖いよ。ちょっと沈めたいなよ。
S 字で寄せてダートで食わす。ちょっとね。S 字で寄せてダートで食わす。よし。いやー、肩痛った。スローシンキングにしたっけ、もしブチ切れて飛んでったら回収できん。何でもないところになっちまえ。こうやって上から投げたらいいんだ。激痛じゃけ。飽きてきた？何をおっしゃいますか。肩が痛いだけですよ。おぉ遠くに飛ばしたいからだよ。いわゆる二重肩っていうやつですね。いい天気だ。いや。投げ通すって決めたんだから投げますけどね。ただ若干ね、痛いですね。ほんまビッグベイダーの人たちはもっともっと飛距離も伸ばしてこうバンバン投げるんやろうけど、もうおじさんは肩が痛くてパワーないから。お金もないし、力もないし、地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。魔法の絨毯っていう歌じゃなかった。なんか、ちょっと、あれな、いった、ちょっと有名なんでしょ。もう、でももう、あれなんかもしれない。もう古いかもしれない。どりゃさて、今日のラーメンは博多豚骨一風堂です。美味しいですね。なあ美味しいです。うん、ああうまい。うまくないわけないんですが、改めてうまいと言いたい。つけませんね。午後の部スタートです。はい、午前中3時間ぐらいやってノーバイト。ノーチェイスです。
なんかあの大昔スピナーベイトしか巻きませんっていうのやりよったことあったじゃん。あれを思い出すわ。移動。強風だね。どりゃ。ハタさん釣れません。この水中島の下に隠れてるバスがゴーンって食い上げてくる。いやー、あー肩が痛い。ナンキャスト名なんかな。移動です。釣れませんね本当に。おお危ねえ。部品が傷つくところだったぜ。とっても楽しい日々でした。握力がなくなってきた。なんかマンネリしてるキャストが。キャストリーディング、いろんなことが。よう思ったわ、おていが。
釣れません。本当に釣れません。行った。ホタルの光が流れ始めました。脳内 BGM が。はい。まもなく終了の時刻となりました。本日はご来店ありがとうございます。またのご来店をお待ちしております。終了です。お疲れ様でした。ではスロープに戻ります。